俺はもうね、お願い事したからさ。じゃあ10秒数えるからね。1、はい、お願い事したかな。つかこれ着火剤しか燃えてないけど大丈夫かこれね。少し青いで、確かにね、明日もそんなお願いでいいの。もっと炭時間かかる。いやー、ゼロワンさんが本当にけなげ。自分のお願いしな。俺のお願いはいいよ、大丈夫だから。うん、ナイス1はお願いね、大丈夫、必ずなるから。必ずなりますんで。なんかなんか捨てた紙かなんかで、女の子な、上でね、リスナーさんがね、俺の邪魔しないようにいるんだよ。でリスナーさんが多分ね、2、3人いると思う。あ、消えた。一応下の窓を開けてるんだけどな、消えてまったわ。マジか。ほんとやばい。ありがとうございます、ファンタ。ドーン。30発来てまった。ちょっと仰ぐわ。次行って。窓から仰ぐ。上からじゃなくて。ちょっと俺なんか仰ぐやつないかな。窓から仰ぐの？あ、これでいいじゃん。これで仰ぐわ。暖房これでいいでしょ。網で仰げば空気抜けるやないか。こう仰げばいいんじゃない。これでいくか。うわ、やば。ちょっとまんべんなく空気下から。まあでもこんだけあるからね、さすがに失敗しないでしょ。午後から来た。これでいいんじゃない。下行ってるじゃん。もうね、地べた置いてるからさ、下から仰ぐってなると大変なんよな。炭大きすぎる。あ、ファンタ、ありがとうございます。え、何、もう2万かかったからもう元取るわね。ありがたや、ありがたや。顔はありがとうございます。じゃあ後から見せますんで、ありがとうございます。40発来たよ。40発。あやす、40発来ちゃったよ。
何者、まあプロフィール見たら海外になってたけどね、海外、海外になってまして、海外に、あ、窓あるよ、窓あるけど窓がちっちゃいけどね、これ上からでいいんじゃないの、どうなん。でもこれダメだね、切れちゃうな、これ炭がでかいんじゃない。いや下からじゃなくて上からでも下に空気回ってるから下からじゃないの。こうやって上からやっても下に空気回ってるでしょう。違う？おかしいかな俺。だって上からやっても下に風行くじゃん。いや下からダメでしょ。いや下からっつっても、ここちっちゃいよね。これこうやってやって意味ないよね。これ見てみ、こんなちっちゃい穴。これ意味あるの？だったら上からやった方がいいんじゃないの？効率どっちがいいと思う？うるさいし。上からの方がいいと思うけどね、俺は。まあ、やるけど、うるさいから。下から仰ぐのは基本的なルールなんだけど、このシチリアンの場合は上からでもいいと思うけどね。基本的には下から仰ぐけど。どうなの？上の方が効率いいと思わん？頑張らん、あ、ありがとうございます。50発来た！ナス。やばいわ、ほんと。上からの方がいいと思う。ほら火消えてまったやんか。でもこれちょっとダメだわ。どうする？また消えた。着火剤全部いく？ベタベタに？試着するわ、もっと。うん、これでどう？青がなかったら消えたよ。ベタベタに？オッケー。ローションプレーみたいな感じね。ベタベタ塗るわ。これ穴に入れるんじゃないの？これ。穴開いてるけど、どう？穴に入れたろうか、これ。オナホみたいになっていけ、穴入ってかんな。これでどうだ、ベッタベタ塗っとったけど。これだいぶ塗ったけどね。あ、チャックも付き悪い？いやみんなこれ買えっつったから俺がねやめた方がいいっつったんだけど。うわ、じゃあほんとやめてね、もうこれで火つかないとか。うわ勢い強いわ、熱い熱い。これいけるんじゃない？もううんダンボールがない。紙入れる？青いで、もうこれ入れるわ。おー60発きたー、爆投げありがとうございます。
変にイベントイベントやってるやつ稼いでるわ。何がイベントだよなあ。俺もどうせ出るけど、ありがとうございます。割り箸やばいやばい、火事になってきた。大丈夫これ。ちょっとやばいやばいやば。この上に炭？炭どうやってやるの？あっつ、下にだったら初めに言わなきゃダメじゃない？割り箸せわしないな。次から次へと。これふざけてやってない？みんな俺をはめようとしてない？おー、何してるの？焚き火、あったかいわ。青いで、やばい、消える消える。いや、トングは肉とか使うから今使えないんだよ。あー、ファンタスティック、ありがとうドラゴンさん。何発飛んだ？60発？やばくないもん。火消えるな。頑張れ頑張れ。70発。ありがとうす。じゃあ最高の肉をお見せしましょう。セレブもね、セレブも食べてみたくなるような食べ方で。割り箸折るの？わ、紙が、段ボールが。消える？上から仰ぐと。そうなの？そうなの？夫婦にする？下から夫婦にする？世話しないな。ちょっと消えるわ。消える消える。ちょっと
ワイのこと詰めたこと誰ですか誰ですかありがとうございます。誰？元リスナーもしかして。なんかとんでもない人の喧嘩売ってた？それちょっと教えてくださいよ。それいつの？どう？なんか。どう？変わらんやんけ。まったくダメじゃん。どうすんのこれ。え？だから上からのがいいよね、絶対。そんな難しかったっけ。薪がいるんじゃね。薪これも消えた、もしかして火。火種できてきた。いらないんじゃない。お、どう？ドラゴンさん詰めたことってそれなん気になるな。何したんだろう。心当たりないけど。まあ誰にでも噛みついてる時期あったからね。いいんじゃない？おー、ありがとうございます。いや、やばい、ちょっと。ふわっちドリーム来た。なあ、飛んだの。もう、わかんないぐらい飛んでるわ。ふわっちドリーム。90発？やばい、えぐ。これ結構来てる？もしかして。でもね、あの紙のところが 赤いからな。炭が最近、あ、そうなん、シャラクさんとかね、うちのリスナーさんもすごいけど、嬉しいっすね、いろんな人来てくれてね、遊びに来てくれて。これほんとやばくない？これ着火剤、これじゃあどうする？ちょっとシャレにならんわ。一回全部出す。ちょっと一回考えようか。ちょっとこれじゃあ本当に全部なくなってまう。着火剤が臭いし一回出して考えていい？ちょっと これどうやって手で触る？もう全部出していいもん。これバッとダメ。トングは肉用にしか買ってないから割り箸でやるか。でもう臭い、これ匂いが臭い、ずっと来る、こっち風が臭すぎ、無理。くさ、髪燃やせって言うからじゃん。これマングローブって書いてあったけど、もう一個の炭使う？これついてない火が、下の方に火種、ね、こうやっぱ割り箸だもんね。もう炭にはついてないわ、全く。
難しいのが俺が下手なのか分からんけどさ、頑張りや。ありがとうございますドラゴンさん、100発きたー。